子どもたちが自分たちの願いを通してつかみ取っていくっていうね、そういう活動がね、社会を良くするっていうことにつながると思うんですね。こんにちは。こんにちは。中村キンセリング美術館のディレクター平久です。はい、私は同じく中村キンセリング美術館カスタマーケアマネージャーの山田と申します。私が学芸員の小山と申します。よろしくお願いします。同じく学芸員の田中今子と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。今回も今更だけど SDGs って何シリーズのまた一つ項目を紐解いていこうと思うんですけども、今回の項目、今回って SDGs の何でしたっけ？今回は SDGs4 の、質の高い教育をみんなにというテーマです。なるほどなるほど。質の高い教育っていうと何かこう、何皆さん想像します？学力が高いとか、あ、成績とか。成績とか、どうですか？私は逆で、勉強とか以外の他の、何でしょうね、みんなとそれこそ遊ぶじゃないですけど、コミュニケーションだって学力以外のことの、教育の仕方とかかなと。社会に出てからは意外とそっちの方が重要だったりして、確かに、はい、質の高い教育について、今回どんな方にインタビューされましたっけ？はい、今回は八王子市立浅川小学校校長の、清水博美先生にお話を伺います。校長先生なんですよ。はい、校長先生、ちょっとインタビューするの緊張しますよね。ドキドキですね。どのようになるか楽しみです。そうですね、はい、大人になって校長先生と話すのって初めてじゃないですか？そうですね、そうですね、なかなかないですよね。なかった、ね、子供の時もなかったし、怖かったし。一体どんなインタビューになるんでしょうか？はい、ご覧ください。改めて清水さんの自己紹介していただいてもよろしいでしょうか？はい、私は八王子市立浅川小学校という東京の公立の小学校で現在、校長を務めております。校長歴は10年目になります。まあ、この教育の畑、教育畑に入って36年、もう年齢がね、分かってしまいますけれどもね、ということで、教育一筋でやってまいりました。その他にも、環境省の、森里川海プロジェクトのアンバサダーを務めさせていただいておりまして、環境に関わることなどを教育を通して取り組んでおります。また、教育の専門としてはですね、特別活動っていうジャンルに、関わっています。おそらくね、知ってる方は少ないと思うんですね。特別活動、略して特活って言うんですけど、特活は社会の形成者を育てる、その、そこに特化したね、教育活動なんですね。で、特活を取り組むことで学校経営を、進めているというような段階で、全国のさまざまな特活の研究会なども運営しています。先ほど清水さんのご専門の分野でもあるとおっしゃってました、その特活っていうものですけども、改めてこの、まあ、おそらくクラブ活動であったりとか、こう学級の活動などがそれに該当するのかなと思うんですけど、改めて視聴者の皆様に特活について教えていただけますでしょうか？はい、特別活動はあんまり知られてないんですね。でもいわゆる教室で先生が、子どもに教えるという以外の部分は全てというふうに考えてもいいと思うんです。例えばね、子どもは朝の8時から夕方の4時ぐらいまで、だいたい8時間学校にいます。そのうちに小学校だと1コマ45分で6時間の授業を受けるんですね。そうすると 4.5 時間なんです。で、残りの 3.5 時間、これが特活をしている時間なんですね。ただ遊んでるわけではなくて、子どもの成長には、ストップしている時間は1秒もありません。常に子どもは成長しています。
で、それもですね、先生から教えてもらって成長するだけではなくて、自分たちで体験して、そして掴み取っていくっていう成長もあるんです。学校の中の 3.5 時間がそこにしっかり当てられてるんですね。そこを意識して教育していくのが特活です。特活の中で、学級会、これはね、話し合い活動ですね。人間って殴り合うか話し合うかしかものを決められないんですよ。ね、ですから、権力とかね、暴力とかで、ものが決まっていくのではなくって、みんなで合意形成しながら、ただの一人も取り残さない、みんなが納得する、そういう答えを見つけながら、自分たちの生活を良くしていく、そして社会を支えていく、そういう力をつけるのが特別活動です。クラブとか委員会活動とか、それから学校行事なんかはね、まさに特別活動なんですね。去年から今年にかけて、このコロナ禍の中でね、教育の形は大きく変わりました。教室の中に、入ってると密になるとかね、子どもたち同士で教え合ったり触ったりしてるのがねダメとか言われて、そのできない、今までの形ではできないことがたくさんになったんですね。でもだからといって教育が止まるわけではありません。さっきの子どもたち申しましたけど、子どもの学びって止まってないんですよね。ですからこのコロナ禍の体験もまた学びの一つになるし、その中で新たなものを作り出していくっていうこの社会の動きも子どもたちにとっては学びになります。ですから、それこそ死んでしまう以外にマイナスな体験って一つもないんです。子どもたちにとっては全て学びになってるかなと思っています。その服装であったり髪の色とか髪の、そのスタイルとかに注意を受けたりした思い出がすごくあるんですけど、今の私たちが教育を受けてたので10年以上前なので、今って結構変わってたりするのかなと思うんですけど、ちょうど、先週教育委員会の方から校長に校則を見直すようにっていうお触れが出ました。私はこれお触れって言ってるんですけど ね。でもね、もちろんね、その校則っていうのは学校生活をね、規律あるものにするために作ってあるものではあるんですね。ただ最近は意味をあんまり感じられないっていう校則ね、例えば下着の色まで決められてるとかね、そういうような校則があって問題になってますよね。それで話題になったものですから、各学校の管理職にね、校則を見直しなさいなんていうお触れがおりました。で、私ね、それおかしいですよって言って教育委員会にね意見申し上げたんですけど、ね、どうしてかっていうと、その自分たちの社会をより良いものにしていくために、もっとこうなってほしいっていう願いを持ってね、そして、声を上げる、こういうことがね子どもたちができないとダメなんですよ、ね。で、管理職がね、いわゆる校長が校則を見直して、いや髪型は自由でいいんじゃないかとかね、そうやって緩めてあげるっていうのではなくって、子どもたちが自分たちの願いを通して掴み取っていくっていうね、そういう活動がね社会を良くするっていうことにつながると思うんですね。ですから、なんていうのかな、物言わぬ国民ではなくってね、例えばマイノリティだからって言って仕方がないって流されないで、それおかしいんじゃないかっていうふうに声を上げていく、ね、そして仲間を集めていく、そして世の中を変えていくっていう活動こそがね、学校の中で練習されるべきものなんですね。なので校則を教員側から変えていくっていうのはおかしなことだなって私はね今思っています。今それがねちょうど、学校現場に降りてきてるんですよ。つまりね、子どもたちの中で自分たちが声を上げたら社会を変えられるんだっていう、そういう自尊感情が育ってないっていうことなんです。このことがすごく大きな問題なんですね。学校現場は今大きな問題にいじめっていうのがあります。これもやはり子どもが命を絶つようなね事件も続いていますので、学校の現場としてとても大きな問題です。いじめとね裏腹になっているものに自尊感情っていうのがあって、この自尊感情が高ければ
いじめは起きないんです、ね、もちろん気に入らない人なんかいますから、ね、あの仲のいい人、それからあんまり関わりたくない人っていうのは当然います。それは個性を受け入れるということで必要なことなんですね。でもいじめにまで行ってあの排除するっていうような形になるのはね、自尊感情が低い人がすることなんですね。で、先ほどの校則の話もそうですが、自分たちで世の中を変えられるんだっていうその自信を持てていれば校則ね、もっと変わっていくと思います。なんかこうそういう何でしょうね、こう自治を育む中でもやっぱりこう性格の中、性格的に例えばこう自分はこう自分で行動したりとか、こういうふうにちょっと違う考えを持ってるけどそれを発言できないとか、自分の意見がなかなか恥ずかしくて言えないとか、そういうあの児童生徒もすごく多いと思うんですけども、そういう子たち、ね、はい、どのように子どもはね、もう10人十色ですから、それぞれあの育ってきた環境や受け継いだ遺伝子によってね、あの個性が様々です。で、あの声を出すのが恥ずかしい子や、ね、黙ってなさいっていうぐらい声を出す子もいますよね。で、結局ね、そういう個性の違いってとっても大事なことで、先にも言いましたけれど、教育ってね、自分の良さを見つけていくことなんですね。で、人間の中にはね、良さはね、たくさんあるんです。子どもたちにいつも言います。良さの種、たくさんあるんですね。それこそね、100も200もあります。良さの種。ね、すごく何かができるとかそういうことだけではなくって、例えば走るのが速いとかだけではなくって、あの髪の毛が長くて綺麗とかね、あの笑顔が可愛いとか、歌ったら声がすごくいいとか、またはすぐそばにいつも困ってる人のすぐそばにいつもいてあげられるとか、叩いても叩いてもくじけないとか、あとは何の根拠もないのに、なんかできるしとか言っちゃってね、あの自信だけあるよとかね、そういういろんな個性があります。で、それぞれの自分の良さを自覚して伸ばしていくこと、これがとっても教育で大事で、で、またそれぞれの良さ、これにはですね、出っ張ってるところや引っ込んでるところがありますね。良さというのは個性ですから、いい方から見れば良さだし、裏側から見れば欠点なわけです。ね。その個性をジグソーパズルのように組み合わせてね、自分のできないところは誰かにやってもらう、そして困ってる人がいたら自分の得意を生かしてその人を助けていく、そうやってみんなでね、ジグソーパズルのようにあの組み合わさってね、社会を作っていけばいいんです。ですから声が出せないっていうような子がいたら、横にいる声の大きい子がこういうこと言ってんだよねっていうふうに解釈して代弁してあげればいいんですよね。そうやってね、自分ができないからダメじゃなく、誰かに助けてもらうっていう、そういう能力もね、学校の中でしっかり教育していくっていう能力の一つなんですよ。もう一つちょっとぜひお聞きしたいトピックがありまして、まあ、ちょっと今話題になっていることでもあるんですけども、ちょっと都立高校の、まあ、成績の男女差によってその合格ラインが違う、合格点の違いが発生しているっていう問題があると思うんですけども、まあ、男性生徒の合格点がすごく引き下げられているっていう問題ですが、これ、まあ、SDGs ってこう誰一人取り残さないっていうようなあのポリシーもありますし、清水先生のお考えをお伺いできればと思います。もうね、怒り以外の何物もないですね。私は私もね、男女平等参画の仕事もしております。で、八王子市の中でね、男女が共に支え合っていい町を作っていこうっていうね、そういう活動をしているわけですけれどもね、その放っておくとですね、テストの点数だけだったら女の子の方がずっとできるんですよ。ですから受験なんかするとほとんど女の子だけの学校になってしまいますね。でもね、もしペーパーテストで測って入れるんだったら、もう女子校みたいになったっていいと思いますね。そこは明確に基準が示されるべきだというふうに思ってるんですね。もちろん社会はね、男性女性、まあ、LGBTQ も含めいろいろなタイプの人間がいます。ですからそこの場所で必要な能力に関係ないとしたら、
性をね分ける必要ってないと思っています。ね、一生懸命勉強して真面目に勉強してる女の子たちが不利益を被るっていうのはねおかしなことで、例えば前医大でもありましたね、医学のね、で女性は落としていくっていうような事実があって大問題になりましたが、日本中のお医者さんが全部女医だっていいんですよ。だって優秀だからなったんだからね。男だっていうだけで大して優秀でもない人がお医者さんやられる方がよっぽど怖いです。怖いですよね。ねえ、できもしないのに男だっていうだけでそういうなんかテストに受かっていくなんておかしな話でね。で社会の中でね、例えば体力を使って働かなきゃいけないようなね、何ですかね、建築の仕事とかね、そういうものが必要ならそれは男の人が必要ですと歌えばいいんですね。でまあただこの先いろんな技術が進んで機械が動けば女性がね土木の仕事だって何の問題もないし、いろいろなね職業の選択に男女の差っていうのはね出てこないと思います。ただ女性は命を生み出す性であることは間違いないので、そこのところはデメリットではなくって、当然の権利としてね、そこは、人類みんなで守っていくべきものだというふうに思うんですね。それなのに産休に入ってずるいとか言っている人がいること自体がね、もうすでに間違ってるわけで、やはりその命の大切さっていうことも同時にね学んでいかなきゃいけない。だからその何て言うかな、物差しを明確にして、ここでは男性が必要です、ここでは女性が必要ですってね、そういうふうに歌っていくことが大事なんじゃないかなというふうに思ってますね。いや、なんかきっぱりともう怒りを表明してくださって、なんか心強く感じました。私たちもなんかニュースが出た時にそうなんですよ、思いました。とても私たちスタッフでも結構いろいろディスカッションしたりして、おかしいよねとか思って、で清水さんにぜひ聞いてみようということだったのでよかったです。リーダーをね立てる時、男の人だからってリーダーに立つこと多いんですよね。PTA の役員なんかすごく多いです。男の人がたった一人しかいないのに、あなたリーダーやってみたいなね感じになるんですね。でもすごい優秀な女の人いっぱいいますからね、別にリーダーは男の人っていうふうに決まってるわけではないかなと思ってます。ただ日本の国ではまだ政治でも何でもね、女性の活躍がね十分ではないんですね。この辺もね、LGBTQ の中でもきちっと育てていかなくちゃいけない日本人の感覚だと思います。学校ではね完全に男女平等ですよ、子どもたちも。ですから運動会の応援団長なんか赤も白も女の子なんていうの珍しくないですね。ですからそういう点でね、どこかでねやっぱりね、その何て言うかな、男女の違いが、もちろん体の筋肉とか骨格の違いが出てきた中で、その暴力的なことが長けてるものの方が強いっていう感覚が育っていくわけですよ。で最初に言いましたけど、世の中の何かを決定していくときに、その暴力的な力と話し合いの力とどっちで作っていくのがいい社会になるかっていったときに、当然自分の意思表明をして合意形成をしてお互いに折り合いをつけながら作っていく社会の方がいいに決まっています。戦争なんか起きないね、そういう社会を作っていくためにも、ね、LGBTQ も大事だし、まあ何といっても私はこの教育っていうものを通して、そして平和でね安心できる、そういうね日本というか地球をね作っていきたいなっていうふうに思ってるんです。はい、私と平久さんはこう横の方でこっそりインタビューの方聞かせていただいたんですけど、どうですか、聞いてみて共感、私はもう共感することとか、なるほどとか、こう相槌を後ろで打ってたんですけど、実際直接対面でお話ししてみて、こう変わったというか分かった点とかあったりしましたかね。
あの先生の行っている特活っていう活動がその、基本的に5教科以外 の、うん、あのほぼ全て学校生活のほぼ全てのことを指しているんだなっていうこととか、うんまあ、あの私たちが大事にしているその芸術的な活動とかもそういった特活に含まれるみたいなお話いただいて、あのとても参考になりましたね、うん、なんかあの先生がお話ししてた点であそっかと思ったのがやっぱり今成績のことにすごくこだわってるけど、うんうん、成績でだけではなくって成績ってパフォーマンスであって、うん、なんて言うんだろうその例えば男の子はこうなんか学習能力って言っていいのかな、うん、なんてそのテストとかの成績に関しては女子生徒より統計的に劣ってしまうけれども全体を見た時に例えばスポーツで飛び抜けてたりとか、うんうん、なんかそういうところも評価されれば、うん、なんかそれこそなんか点数を下げるとかではなくって、うん、それこそそういうこう広い目で見てあげることが平等性なのかなってすごく思いましたね。SDGs の話になるとやっぱりキース・ヘリングのこう活動に重なったりとか、うん、彼の作品だったりとか、うん、あとはなんかまあうちの、企画していることだった美術館としての、活動だったりとかにとても重なる部分があると思うんですけども、うん、今回の質の高い教育をみんなにのインタビューしてみて皆さんなんかこう思い浮かんだことってありますか？あ、じゃあ私、まさに今私たちがいるこの空間なんですけど、この作品キース・ヘリングが実は1987年に東京都の多摩市で、子どもたちと一緒に作った作品なんですね。で、まあ、その多摩市のパルテノン多摩っていう文化施設の開館に合わせてキース・ヘリングをアメリカから呼んでワークショップをしてくださいとお願いして実際に子どもたちが500人ぐらい集まったと聞いてるんですけども、あのキース・ヘリングが書いたアウトラインに子どもたちがこう自由に自分の名前であったりちょっとあのイラストみたいなものを書いていくっていうワークショップだったんですが、こういうワークショップをまあ世界中でキース・ヘリングを行っていたのでやっぱりすごくずっと教育に関心があったとか、うん、アートを使って、ね、アート教育というかアートを使って子どもたちを楽しませていたんだなと思い出しました、うん、なんか偶然だけどこの、そうですね、そう子供とのワークショップ で、 そうです、ね、シティキッズの、はい、これは多摩市の子供たちでこれはニューヨークの子供たち、いいですね、そうだよね、うん、私も作品関係で、はい、まあ、これもそうなんですけど、あの当館があのシリーズもので持っているあの、ストーリーオブレッド&ブルーという、はい、あの版画シリーズですね、はい、あれはあの皆さんご存知の通りヘリングがあの赤と青を描いていって、うんうん、物語を描いていってそれに実際にどんな物語がついているかっていうのを、うんうん、絵の順番だけ決まっていてストーリーを子どもたちがコンペ形式で、うん、あのすごくあの、作品物語を作って、うん、応募して、いいものを選ぶとか発表するとか、うんうん、なんかそんなようなあのヘリングが本当にもろに子どもたちへの教育活動として行っていた作品だったと思うんですけど、うんうん、なんかそうですね、なんか清水先生の特活の取り組みとか、なんかヘリングだったらどんな風に解釈っていうか考えるかなとか、ちょっとそんなことを考えたりしました、うん、そうですよね、なんかそういった意味でとてもキースヘリングの活動とも、うんうん、いろいろつながる部分がありますね、ありました、はい、なんか本当に SDGs のインタビューしていくと、うん、キースヘリングと、うん、とても重なる部分が たくさんあって、うん、今回も本当にキース・ヘリングとの活動や作品と重なり合ったなと思いました、皆様はどう思いましたでしょうか、何か質問とかコメントありましたら、下のコメント欄にそしてどうか登録をよろしくお願いいたします、 ではまた次まで、はい、次までです